次のコーナーはサポート芸人1分勝負。はい、こちらのコーナーは未来ある若手笑い芸人がライブのお手伝いをしながら1分ネタにチャレンジしてもらう方向型育成コーナーでございます。はい、今回登場するのは虹色ラブ高橋文也の2組。そしてどうも虹色ラブと申します。お願いします。ちょっと聞いてほしいんだけど、俺今度好きな女の子に告白したいから、うん、その練習したいから女の子やってもらっていい？分かった。ごめんね、急に呼び出して。うん、全然大丈夫。墓地と裸だもんね。どんな状態だよ。墓地で裸の女性やばいから、激ヤバ女やんのやめて。じゃあちゃんとやって。どうして気持ちいいな。やめろその発言、犯罪者予備軍の発言してるからね。ちゃんとやって。お、好きです、僕と付き合ってください。ぜひ付き合うぞ。なんでお前が出てくんだよ。女の子だっつってんの。付き合う、この野郎。ビートたけしさん出てこなくていいから。あの、付き合うのはええけど、あんた何してる方なの。和田アキ子、家帰れ。ぜひ付き合う。いやお前誰だよ、知らねえやつを。ちょっと待って、おい、オールスター感謝祭の最終回か。そんくらいいろんな人出てきてるから。うん、虹色ラブと和田アキ子が共演できるのあの番組だけだから。あんないろんな人が出てる、誰でも出れる番組。あ、確かに。感謝祭すなよ、お前。てかさ、女の子に告る前に背伸ばしたらどう？それができたら苦労してないわ。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。さあ、次のドラマは桃太郎か。なるほど。あ、ちょっとマネージャー、このさ、きびだんごって犬よ。いや、ほら、人間の食べるものを与えるのは危険だから。あとさ、このお団子って弾力どれぐらいかな。ほら、飲み込めなかったらね、やばいでしょ。よく噛めばいいって。噛むなってしつけたのはそっちだよ。それをなんで急に噛めって。言ってること矛盾してるよ。だいたいさ、ほとんどなりおもちゃはずるいって。どうもありがとうございました。